はい、小学校ののぼり棒の話。小学校ののぼり棒の話。私の通ってた小学校はですね、のぼり棒っていう、まあ、遊びの、施設というかね、グラウンドにね、鉄棒とかタイヤのなんか遊具とかあって、で、同じような並びでのぼり棒ってあって、もう運転とかね、はしごのこう手で掴む運転みたいな、ああいうのと同様に、のぼり棒っていうのが10本ぐらいあって、それで、子供心にもですね、大体の平均的な小学校の遊具っていうのはね、わかるわけですよ。この遊具は、まあ、どこにでもあるものだろうなとか、公園にもあるしとかね。はい。だけど、のぼり棒って見たことない。これまで見たことないし、公園とかにもないと。他の小学校のね、情報とかも、まあ、ちらっと知ることもあって、のぼり棒なんかないみたいなんで。それで、うちの学校だけ特殊なのかなと。つまり、こだわりがあってね。のぼり棒に大変強いこだわりがあって。それで、設置してるのかなと。まあ、それはね、あり得ることだと。まあ、小学校によっても、違いがあるからね。だから、まあ、そういうこだわりがあるっていうのはね、特色だから、まあ、あるんだろうなと。そう、子供心に思って。でも、のぼり棒ってなんか、特殊だな、みたいな感じで。他の学校にはないんだろうな、っていうふうに思ってたわけね。これ小学校の時の、私のね、考えね。それで、登り棒で全然遊ばないですよ。遊び方もわかんないし。もちろん、登って降りてくるだけっていうね、そういう、まあ、遊具なんですね。これなんだろうみたいなね。鉄棒の上はいろいろバリエーションがあって、足掛け上がりとか、あと、まあ、逆上がりとかね、いろんなのがありますよね。グライダーとかありますよね。で、登り棒は別に、どんな登り方しても、いいんだけど、別に決まってま、大体みんな手と足使って登るからね。そんな、アクロバティックな登り方なんかないから。だから面白くないし。それで登らなかったですね。あるのはしてたけど。じゃ体育でね、なんか登り棒のね、科目があって、メインの科目じゃないのかもしれないけど、みんなできるようになりましょうみたいな。そういう科目があって、あるいはですね、体育以外でね、なんか生徒に科目をね、出すのがあるんですよ。教室ごととか担任ごとというかね。学年ごとというか、うちの学年は今年のここの時期は、けん玉をやりますみたいな、一生懸命やりますね。けん玉検定は最後の学期の終わりにやって、ハンコもらいますみたいなね。だからみんな一応ね、うまい下手はあってもけん玉が一応できるようになるみたいなね。そういう科目があって、授業じゃないんだけど、取り組みがあって、で、その一環で登り棒もね、やったような気がします。体育でやったのか、もしくはその取り組みでやったのかよく覚えてないんだけど、まあ、とにかくやったと。で、1学期とか2学期だけ使ってね、みんなで登り棒を登れるようにしましょうみたいなね。で、登れない子はね、降格を残って頑張りましょうみたいなね。で、学期の終わりとか、中間目標とかでね、何秒で上まで行って帰ってくるとか、はい、それをね、できるかどうか。まあ、自力でもちろん、上まで行って帰、上までタッチして、下まで降りるんだけど、一本棒ですからね。ただの棒、鉄棒みたいな棒ですからね。で、それ時間がかかりして30分かけて登りましたってダメだから。だから、まあ、一応区切って、まあ、2分とかね、5分とか区切ってんで、一人だけでね、誰の力も借りずに登ってタッチして降りてくるみたいな。で、上級者は、3回連続で行ってくるとかね、あるんだけど、まあ、とにかく、1回ね、登ってタッチして降りてくると。しかも、検定のね、先生が見てる前で、限られたプレッシャーのかかる中で、みんなが見てる前でできるかっていうね。で、登れたらなんか、ハンコとかもらえるんじゃないですか。でね、やったわけ。で、その楽器でね、登り棒をタッチして降りてくるのができなきゃいけないと。で、みんなやるわけ。で、身軽な男の子たちとかはね、もう最初からできるわけ。登ればいいんだろうみたいな感じで。で、登りから手でもちろん持つんですよ。棒を持ってやるんだけど、手だけだときついから、足でね、挟んで。手でグイーンって体を伸ばして、その間足をパッと離して、足でまたバタンってこう、足をね、足と足の裏と裏を合わせるように棒、鉄棒挟んで。で、そこでホールドするわけ。
要するにこの摩擦力を使ってね、体が落ちないようにするわけで、また体が安定したら、腕だけ手だけでねグイって上がって、でまた足を離して足でホールドしてみたいな。だから50センチずつとかね、1メーターずつ体が上がっていくみたいな、そういうことなんですね。で私ね、最初苦手で、なんかね手だけで登ろうとしてたんですよ。手だけで、足でこうホールドすることをね、あんましてなくて、まあ形にはなってるんだけど、あんまり足の意味が分からなくて、足でグッとね挟むみたいなことをこう概念がなくて、で先生とかもそんな教えてくんないし、耳を見舞いでやるみたいな感じだったから、でなんかねずってくるというか、腕にすごい負担がかかってるというかね、体重もねそこまで重い方じゃないと思いますけど、それまでその体操競技とかね、鉄棒競技とかやったことがないんで、鉄棒ってどうやってやるんだみたいな、こう棒ってどうやって握るんだみたいな、そういうのもありますよね、うん、でねまあできなくてやばいなと思って、でまあそれ10回ぐらいね、その何ヶ月もかけて10回ぐらいこうみんなで一緒に練習する時間があったり、あるいは放課後一人でね練習したりとかするんだけど、これね鉄棒、登り棒の場合はね腕の筋力というか握力がだんだん失われていくわけ。だから最初の1回が一番状態がいいというね。で2回も3回もやってたら、失敗してやってたらもう手がブルブルになってきて、で手も痛いし、痛みがこう来るからですね、力が入んないというか、もちろん筋肉も疲労するし、だからね最初の1回2回でできなければもうできないですよ、その後ね。で次の日になったらまたリセットされますけど、だからね練習つってもね、そのワンチャンスツーチャンスなんだよね。で毎日こう放課後ね残ってやったりとかしてましたよ。なんかできなきゃめちゃめちゃ怒られるみたいな、そんな雰囲気も出てたからね。先生も絶対やれみたいな感じで言ってたから、なんでここまでね登り棒にこだわるんだと、なんかあるのかと。例えば災害時に登り棒を使って登って助かるとかね、降りて助かるとか、そういった、まあ水泳競技もそうですよね。小学校でやるような水泳競技は溺れた時に泳げれば助かるからね。だからみんな泳がせ、苦手な子だってちょっとは泳がせるようにしてるっていうね。そんなね日本記録が出るほど長距離あるいはスピードね求めないけど、まあ何分か海に浮いてられるぐらいのね、あれにしとくというね、溺れないためっていうその目的がありますよね。だけど登り棒ってね、別に災害時にみんな登り棒を登るわけじゃないし、災害時にこんな棒なんかないからね、めったにないから、まあ、確かに山とかでねツタとかをこう登って助かるとか、そういうのは考えられますよ、うん、ロープとかね、はい、ただ鉄の棒ってみたいな感じで思ってましたね。それでねもしかしたらそのあるかもしれない、団地とかマンションとか火事が起きてね、で下が燃えてるから屋上に逃げなきゃいけないと、じゃあつって支柱のとこにパイプとかね雨どいとかをこう登り棒に登って屋上に逃げるとか考えられますよね。降りるのは簡単だけど登るの大変ですからね。だからそういった特殊な火事とかで屋根の上に逃げなきゃいけないとかね、あるから、まあ小学生でも多少登れた方がいいでしょみたいな、数メートルはねみんな確実に登れた方がいいでしょみたいな、そういうのあるから、そういうの、そういう目的だったのかもしれないけど、それは明かされてません生徒にはね。だから意味わからず棒をね登るわけですよね。でねこの登り棒っていうのはね雨ざらしのところなんですね。鉄棒とかと同じく雨ざらしのところなわけだから、最初はねピカピカのステンレスが鉄のね、棒だったのかもしれないけど、もう赤錆びてるんですよ。赤くね錆びてるわけ、もう完全に錆びきってるわけで、折れるほどじゃないけども、ボロボロになるほどじゃないけど、表面なんかはもう完全に茶色なわけね、錆びて、中はね錆びてないと思います。中錆びたら折れちゃうからね。だからある程度5年10年経ったら新品に変えるとかね、そういうことすると思うんだけど、とにかく錆びきってて、で錆びた鉄の棒をねグイって掴んで、思いっきり掴んで登ってくるわけだから、手のひらが茶色になるとかね、手のひらがこう切れそうになるとか、豆ができるとかね、よくありましたよ。ただ鉄棒も一緒ね。でなんでこんなことするのかなと、ね、
ピカピカのね、鉄の棒だったらね、やりやすいけど、なんかこう、赤く錆びた、完全に錆び切った棒だから、そのなんかね、オイルみたいに出てるんですよ、オイル。だから錆びるとね、オイルが出るのか知らないけど、表面なんかしっとりね、オイリーなわけね。だから滑るし。これ何なんだみたいな感じで。で、私の場合は足をね、あんま使ってなかったんで、足で挟んで体をホールドするっていうね。で、ちょっと腕を回復させてまた行くみたいな。それがやってなかったら、もう一気に腕だけで残っちゃうみたいな感じでやってたんで、もう、なかなかね、半分ぐらいまでしか行けなくて、ね。で、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだって、みんなの見てたらなんか足を使ってるぞみたいな感じで。で、結局検定の時にね、間に合って、上までね、行けるようになりました。上タッチして、降りてくると。それも制限時間内ね。ということができましたね。で、登り棒についてはね、ちょっと思い出深いですね。